はいどうも、天狗です。私天狗、妖怪ウォッチの方にも出させてもらってるわけですけども、皆さん、天狗についてどれぐらいご存知ですか？まあね、あの天狗の鼻がこう長いっていうのはね、皆さん知ってるかと思いますけども、天狗の鼻の穴が一体どこについてるか知らないでしょ。ということでね、今日はですね、皆さんに天狗の鼻の穴がどこについてるか、ね、ちょっと説明していきたいと思います。まあね、いろんなタイプがあるんですよ。まず最初に、こうね、根元についてるタイプ。ね、もうこっから先いらんやろうっていうね、こう無駄な軟骨がついてるタイプ。こういうのがあります。続きまして、先っちょについてるタイプ。ね、これ便利なんですよ。こう水の中潜って、先っちょをこう水面から出して呼吸したら水筒の術ができるっていうね、すごいでしょ。ただ吸ってもこうなかなか空気がこうたどり着かへんからちょっと苦しいっていうね、そういう難点もありますけども、はい、続きまして、ね、互い違いについているタイプね。これね、ちょっと呼吸するとね、シュヒーシュヒーシュヒーってなんか呼吸音が変でちょっと恥ずかしいっていうね、あとこう鼻噛むときはこうそれぞれにこうティッシュをあてがって噛まなあかんっていうね、これあんまりね、おすすめできない鼻の穴の位置ですね。はい。続きまして、こうでっかいのが一個ついてるっていうね。これ花粉入りまくりっていうね。まあ、いい要素が全くないタイプです。はい。続きまして、これ。大量についてるタイプ。これね、結構ね、かっこいいんですよ。こう縦にしたらね、高層マンションみたいでしょ。ね。結構ね、女の子にモテるんですよ。女天狗に。うん。あとね、こう、鼻の穴をこう、指で押さえて、こう、縦笛みたいにして、こう、演奏できるっていうね。こうその音色に、こう、仲間の妖怪たちが集まって、こう、一緒に戦ってくれるっていうね。何の話やねん、これ。まあまあ、こんな感じです。今説明したのはほんの一部です。皆さんもね、もし天狗を見かけるようなことがあれば、どんな鼻の穴のタイプか、ちょっと見てみるのもいいんじゃないかと思います。ちなみに私ね、鼻の穴が何もついてないタイプですね。皮膚呼吸のタイプです。はい。まあ、こういうタイプもいるということで、はい。今日はお別れしたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。天狗でした。どうも、マナム18号です。皆さん、いかがでしたでしょうか？他にもね、こんなに楽しい動画があるので、ぜひ見ていってください。これからもコント、トーク、ドッキリ、大喜利、体当たり企画と、様々な最新動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンを押してください。それでは皆さん、バイバイ。